カリアク島にある、中心地、ヒルズバラの港を望むカリアク島、プティトマルティニーク島は、カリブ海のグレナディーン諸島にある、グレナダ領のカリアク島とプティトマルティニーク島からなる、島。グレナダの自治的な行政区分である。カリアク島は、先住民カリブ族言葉のケイラ役が、由来で、ンゴ礁の土地を意味する。プティトマルティニーク島は、マルティニーク島から来た。 フランス人漁師がプティマルティニークと名付けたことによる。両島のすぐ近くはセントビンセントグレナディーンのグレナディーン諸島である。中心地はカリアク島にあるヒルズボロ。両島を合わせた総面積は3 7 7トルに。うちカリアク島の面積は2 7 5軽平方メートルでグレナディーン諸島の中では一番大きな島である。人口は7400人。 プティト・マルティニーク島の面積は2.4平方キロメートル、人口も約900人程度である。500年から1000年頃には、アラワク族やカリブ族など先住民がいたとされている。1656年グアドループから、フランス人宣教師、ジャン・バティステ・リュテルトルがカリアク島に訪問し、フランス人の漁師により入植。七百二十年海賊のバーソロミューロ・ロバーツが、 島付近でフランス戦を襲うようになる。1756年正式にイギリスの植民地となる。プティト・マルティニーク島は1700年代、マルティニーク島から来たフランス人漁師ピエールにより初入植。1791年にセント・ビンセントとグレナダとのグレナディーン諸島の分割がされ、カリアク島とプティト・マルティニーク島はイギリス領グレナダの一部の領土となる。 1974年にクレナダが独立。カリアク島とプティト・マルティニーク島は共にカリアク島、プティト・マルティニーク島として、クレナダに属する独自の地方行政区分となる。カリアク島、プティト・マルティニーク島を結成するグレナダの独自の行政区分で1944年に選挙区になる。カリアク島、プティト・マルティニーク島の大臣は、ジョージ・プライム。 カリアク島と姉妹島のプティト・マルティニーク島、両島とも火山性の島で、最高地点はカリアク島の291メートルである。カリアク島は丘陵になっていて、美しい珊瑚礁と浜辺がある。国立公園にもなっている。プティト・マルティニーク島の最高地点は228メートル。観光が盛ん。昔は砂糖やライムやココアなどのプランテーションで栄えたが、現在は、 農業は自給自足でトウモロコシやエンドウ豆など栽培している。畜産も行っている。プティトマルティニーク島では昔から漁業が盛んである。カリアク島には1968年完成のローリストン空港がある。プティトマルティニーク島への移動は小型フェリーのみ。黒人、白人、クレオール人がほとんど。英語が公用語でパトア語も話し、 フランス語なまりのクレオール語も話す。ありがとうございます。